同じクラスの美少女斉藤さんの。あれどこだろう。山田さん、星野くん、もう下校時刻過ぎてるよ。 どうしたの、何か忘れたの？うん、家の帰り方。そんなことあるんだ。山田さんって変わってるよね。星野くんは何してたの？僕も忘れ物しちゃってさ。そうなんだ。斉藤さんのリコーダーも振られてたんだ。なんでこんなことしたの？ずっと好きだったんだ。リコーダーが？斉藤さんは。それでつい。ねえ山田さん、このことは秘密にしてほしいんだ。断密？違うよ。断密、グラビア、週刊誌。このスクープは袋閉じにして隠してほしいってこと？奇跡的に話がつながったよ。じゃあこのことは誰にも言わないでいてくれ。うん、このことは星野くんと山田家だけの話で。家族に言うつもりだよね。お願いだから、誰にも言わないって約束してよ。山田さん、僕たち友達だよね。わかった。じゃあいくらまで出せる？しょうがない、今5000円しか持ってないから。両替しただけだよ。でもこれで約束してくれるんだよね。ありがとう。僕山田さんの友達で本当よかったよ。友達ではないのかもしれない。でもありがとう。あ、思い出した、家の帰り方。おめでとう。じゃあ家に帰れるね。うん、私の家は斉藤さんの家の近くだった。星野くん、一緒に帰ろう。それってどういう意味？どうもありがとうございました。